皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土江パフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車両を紹介します。紹介してくれるのは作業を担当した坂井くんです。坂井です、よろしくお願いします。もうすごいの来た。そうです、はい、もう目がチカチカしちゃいます。そうですね、はい、今回紹介するのはアベンタドール S ロードスター。はい、とにかくもう色がすごい。これそうです、珍しいターコイズブルーなんですけど、これブルーグラウコっていうボディカラーになってまして、スペシャルカラーですね。オーダーなんかちょっと費用も結構かかるみたいで。そうですね、びっくり3桁万円っていう、はい、すごい。とにかくもうすごい色。これソリッドなの？ソリッドですね。メタリック入ってないの？入ってないです。ギラギラしてないんだけど、もうとにかく発色が良すぎてそうです、ド派手ですね。もうただでさえ目立つこのアベンタドールが、はい、もう目立ち度 120% ぐらいになってるっていうとてつもない車です。そんな車を今回大胆にカスタマイズしちゃってるということで、はい、どんな感じのカスタマイズをしてる感じでしょうか？まずそうですね、このエアロですね、こう見てわかると思うんですけども、これ普通のカーボンじゃないフォージドカーボン、まあクラッシュカーボンとかっても言うんですけども、まあこういう柄のカーボンエアロですね。それがフロントサイドリアと、あとこれはメーカーはどこになりますでしょうか？これは、1060インダストリーですね。アメリカのエアロパーツメーカーです。はい、そうです。もうアメリカらしいこのボディカラーのアベンタドールに、はい、このアメリカのエアロパーツをつけると。そうです。そしてよくこのフォージドカーボン、いろんなメーカーから出てますけど、なんかちょっと今回のは特徴的で、こうカーボンの目をほぐしてあるというか。そうですね、繊維がちょっとよく見ると見えますね。うねうねうねってなってる感じの、ね、はい、結構メーカーによってこう切ってこう散りばめただけだったりだとか、はい、いろいろありますけれども、そうですね、1060の方がかなりこうまだら模様に、はい、本当にマーブル模様みたいな、どっちかというとあのランボ純正のフォージドコンポジットになんかちょっと近い、あかもしれないです、はい、あんな感じの雰囲気的には目になってると、はい、でまた形状が結構えぐい。そうです、攻撃的ですよねアベンタ S の純正バンパーからさらにこう一段こう出て、はい、横も激しく立ち上がってるという、そして低さもなかなか低くなっております。ちょっと若干こう使い勝手は心配になっちゃう感じで。あ、そうですね、まあ、あのリフターがついてる車でしたらこれはついてますんで、はい、大丈夫です。なるほど、まあ、リフター使っていただければ日常使いも問題ないんじゃないかな、はい、そして横行きましょうか。やってまいりましたホイール、ここにこれを持ってきたかっていうなんとホワイトのアナーキー AN11 ですね。これ白が似合う車ってそうそうないけど、難しいですよね。ボディカラーとその白ってどう合わせたらいいのかっていうところなんですけど、もうこの車だとぴったりはまっちゃってるという、はい、もう西海岸っていうかというか本当にそんなノリ、はい、そうですね、なんかアメリカのショップとか、はい、なんだったらこう狭で見た気がするっていうぐらいのそうですね、狭ショーに並んでそうなそんな組み合わせ、はい、で普通白いホイールってちょっとこう走り屋とか、あそうですね、ちょっとこう、スポーツカーチックなこう、はい、ありますね、ホットハッチとかが入ってるイメージですけど、はい、なんとその真っ白白を持ってきちゃうと。そしてセンターキャップなんかもこのグレーと黒のアナーキーロゴ、はい、いやーすごいで単造って結構こうフィニッシュ高級感が出るように、はい、ポリッシュだったりだとか、そうですね、金属のその質感を残したフィニッシュなんかが多いですけど、もうこれは完全にベタ塗りのベタ塗りのペイントです、はい、もうソリッドのホワイトに塗ってるといいんです、しかもかなり明るめの、はい、それでいいんですね、はい、で当然こうアベンタ用のセッティングですから、もう出面もバッチリバッチリです仕上げております、はい、で車高も落としてあるんで、あのコネクティングロッド調整式のものに変えてローダウンしています。アッパーアームをこう長さ調整できるやつ。そうですね、で調整するとこうタイヤが上に入ってくる。そうです、はい、っていうちょっと入れときましょう、それはじゃあこんなのですっていう写真を、はいはい、パーツ交換して、まあ、ローダウンされてると。なんで、はい、程よい、はい、まあ、いわゆるカタログ車高ぐらいな。そうですね、まあ、日常使いに支障ない、まあ段差なんかはリフターもありますんで、まあ、使っていただける車高になってます。であとキャリパーもボディカラーに合わせてでしょうか、はい、今回ペイントしてます、はい、しっかりキャリパーが塗られてて、ロゴは黒い、黒ですね、ランボルギーニのロゴになってると、はい、なんか聞いたらこれもともとシルバーのキャリパーだったということで。そうです、ただこのボディカラーとホワイトのホイールにシルバーのキャリパーはちょっと
ていうところなんで、今回このボディ同色で、まあ、合わせた。なるほど。車他がシルバーがなくなっちゃってるんで。そうですね、ないんで。ホイールがシルバーだったりだとか、内装がなんかちょっとシルバー使ってれば。そうですね、まだあれですけど、はい、今回はもう完全にワンポイントもないんで、黒とこのブルーグラシア、グラウコ、グラウコ黒とブルーグラウコと、はいはい、あと白で3色でまとめてる感じなんで、キャリパーもしっかり同色で仕上げてあるみたいです、はい、であとは横もすごい造形のエアロが、ね、ここまで来てますよ後ろの立ち上がりやばい、はい、すごいです。もう完全にこうサイドビューがツートンになってるという、とてつもない造形のエアロがついております、はい、そしてワンポイントとしてここ、そうです、前側ですね。ここだけちょっと映像だと分かりづらいと思うんですけど、なんとプロテクションが貼ってあります、はい、これが飛び石対策ということで。そうです、もう見て分かるようにもうタイヤから直にこう来てしまうんですよね、砂利が全てで削れてしまうのを防ぐのにプロテクションを貼ってあります。なるほど、はい、やっぱりカーボンって修正できないんで。そうですね、その辺ちょっとやっとくだけでも全然違います、残念な感じにならないで、はい、まあ、エアロー、まあ、今回こういうケンシークシーのこういう造形なんでここだけ貼ってありますけど、他の車でもいろいろ応用が効きそうな、そうですね、テクニックじゃないでしょうか、はい、そして後ろは同様に1インチアップの、はい、AN11、 もう後ろはやっぱりこの五穴ならではのこのコンケーブルですよね。そうなんだよ、今回五穴っていう、そうなんです、センターロックじゃない。そうなんです。でここは多分好き嫌い分かれるところだと思うんですけど、そうですね、五穴にしたら下で結構こうメリットもあって、はい、まずはこうホイールの選択肢が増える、めちゃめちゃ増えます。あとはメカニック社会的に言うとコンケーブも取れちゃうという。そうです、コンケーブがやっぱり一番じゃないですかめちゃくちゃマニアックな話なんですけど、ここが結局薄く作れる。そうです、そうです、その分だからこうスポークが入っていける、はい、でデザインがこうかっこよくなると。なるほど、はい、でどうしてもセンターロックだとここの厚みが出ちゃうんですね、タワーをタワー分、はい、分出ちゃうんで、まあ、ちょっとコンケーブが緩くなると、はい、なのでもうコンケーブを極めるんであれば補欠は逆にこう選んでおきたい。そうですね社外ホイールだったら、はい、ちょっとポイントみたいです、はい、そして後ろのキャリパーも同様にボディ同色に仕上げてあるんです、はい、まとまってますね、かっこいいですよね、はい、そして後ろ行きましょうか。はい、後ろもまたこれすごいすごいですこれでもかというぐらい。もうまず上からいきますか。このウイングがついちゃってます。はい、でこれがなんか聞いたところによると、そうです、今回あのスペシャルオーダーですね、特注で、このカーボンフォージド、フォージドカーボン、これで作ってもらったので、まあおそらく世界に一つなんじゃないかと。通常設定がないわけですね。そうです、ここだけは。そうです。ただ他のがこの柄なんで、やっぱりここだけ普通の黒、あやおり、ひらおり、黒おかしいんで、はい、まあ、全部合わせて特殊で作ってもらうという、はい、ないものは作るですね、やっぱり。そうです。で造形もまたなかなかこう何歩のこのなんかこう造形にちょっとこう合わせたような、ええ、はい、ちゃんとこうカクカクってなってるっていう独特な造形してますけど。そうです。このウイングがついて、なおかつこの純正 の, このウイングですね、せり上がるこのウイングスポイラーは、はい、しっかり交換して同様のフォージドカーボンになってる、はい、でこれちょっと今浮いちゃってますけど、ちょっと今さっき走ってきちゃったんで。そうですね放熱のためにちょっと上がりっぱなしになっちゃってるんですけど、これあのウィング上げたり下げたりしなくてもこう熱が溜まっちゃうと勝手に上がっちゃう。そうです。なんでちょっと今浮いてますけども、はい、これがなんと走らないと元に戻せないんで、はい、ちょっと車速を入れないとっていうあの撮影前に戻そうと思ったんですけど、はい、戻せなかったという、はい、ご了承くださいませ本来はこれちゃんと下がってます、はい、であとは下に行くとこれですね、この部分がごっそりディフューザーですね。これはもう言わなくても分かりますそうです、ね、高い絶対高い当然今回こうご紹介しているこの1060のこのカーボンパーツ全部ドライカーボンですから、はい、強度も抜群でしっかり剛性もあると。であとは結構そのドライカーボンといってもピンキリで安いのとか高いのとかいろいろありますけれども、酒井君いろいろ現場で触ってるんで分かるんじゃないでしょうか。そうですね、
いろんなのがあります。まあ正直こう、まあ、純正なんかでも例えばその強度必要としないこうミラーカバーなんかだと、はい、もう本当にペラペラのありますね。 BM のあのミラーのカバーとかあとリップとか、はい、本当に下敷きかっていうぐらい薄い、より薄いぐらいのあれですよね、なんかもありますし、はい、あとはこういう外装に使う車外のこうマンソリーとか1060なんかも本当にこう分厚いガッチガチのだよね。強いです、見るからに強いです。そういうので安価なものだと結構外装パーツはこれ大丈夫っていうぐらいちょっと薄かったりするんで、まあ、その辺はやっぱりしっかりしたものを選んでいただきたいなと、はい、そんな感じです。安心のクオリティですね、はい、でまたかっこいい形がこのディフューザー形状とこの2台になっているのとでまたこのフォージドカーボンがこのランボっていう車に合う、あそうですね、色とキャラクターがやっぱり純正のこうフォージドコンポジットにちょっと通じているところがあるから、うん、そうです、ね、こんな贅沢な車です。そして今回この白にこう白っすかって多分思った方多いと思うんですけども、ちょっと内装いきましょうか。そうです、ね、内装で全部辻褄が合ってるという来ました、黒白の内装これです。黒ベースで白ライン、そうです、白のアクセントが入ってる感じ、ね、白ステッチという、はい、おしゃれすぎやしませんか。しかも結構アベンタとかってこう Y 字というかこうこういう、そうですね、ラインのシート多いですけど、ダイヤモンドステッチの、はい、ちょっとおしゃれな方のちょっと独特じゃない、そう、おしゃれ度が高い方の、それはでもこうあれ個人の見解にもよるか違うの。ちょっとこうステッチが主張できる方のダイヤモンドステッチの方のシートになってると、これだからなんかちょっと全部辻褄が合ってる。そうですね、トータルで見てああみたいな、なんか結構外装と内装の色がこうちぐはぐだったりすると、はい、まあ、逆にそれをこうするパターンもフェラーリなんか特にこうマカカンの内装にしたりとかって、あ、そうですね、そういう楽しみ方もあります。今回みたいにこう外装とつながる内装、そうです、逆か、内装につながる外装なんていういじり方をしてみてもいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいたアベンタドール S ロードスターをご紹介させていただきました。もうアベンタは、はい、いろんなことができると思いますので、そうですね、もう SVJ まで出ていて、もうパーツももうできちゃってるんじゃないかぐらい結構豊富なので、もう細かいところいろいろカスタムできるんで、もうぜひいろいろつけちゃってください。まあお気軽に何でも酒井くんまでご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。